西村秀則です。普段は美容室でサロンワークをしているんですが、まあ、そのサロンワークが終わった後、こういう編むということに、まあ、特化して、自分のアートワークを進めている状態です。はい。まあ、きっかけなんですけど、きっかけは本当僕が美容学校を出て最初に一番刺激を受けた写真集もしくは、編み込みの本っていうものを見て、あ、これはすごいって一番感動できたっていうのがきっかけで、まあ、三上先生っていう本を出されている方がいたんですけど、その方の本を見て、まあ、自分もやりたいということで、やり始めました。ですね、やっぱり生活の中でやっぱり黒人の方とかっていうのはやっぱり髪が伸びてくるとやっぱりアフロっぽい膨らんでしまう髪型になってしまうと思うんですけど、やっぱり髪を伸ばして編むということで邪魔にもならないだったりとか、まあ、普通にこの地肌に張り付くような編みも僕も好きなんですけど、やはりその文化に僕がそこを真似をして崩していくことは多分できないと思ったので、やっぱりこういう新しいデザインで編み込みをしたいなというふうに思いまして、まあ基本的にはやっぱり黒人の方の編み込みっていうものはすごく参考にはさせていただいてます。はい。今のところ僕はまあ一応いろんな調査はしてるんですけど、いないと思います。まあそれがやっぱり世界って人がいっぱいいますんで、どこまで調べきれてるかっていうのは分かんないですけど、僕は初めてだと思ってます。はい。まあ最初にデッサン書くんで、そのデッサンから考えて、でなおかつ僕サロンワークをやってるので、夜11時ぐらいに家に着いて、で朝4時までっていう、まあ短い時間で1ヶ月半とか1ヶ月とか、はい、編む作業で時間かかるんで、はい、僕も旅行に結構行くの好きで、行った先のやっぱ美術館には必ず行くようにしていて、やっぱ美術館ってすごく古い、昔からのデザインで生き残ってるデザインっていうのがあるので、やっぱりそこをすごく大好きなので、そこをやっぱり、中心に、で、まあ、日本の文化っていうのも好きで、まあ、剣道の防具だったりとか、まあ、鎧だったりとか、まあ、マリー・アントワネットもそうですけど、その辺のやっぱりデザインっていうのは大好きなので、そこからインスパイアされることはありますね、多く。はい。まあ、これは化繊ですね。で化繊なんですけど、この化繊も自分で工場で直接オーダーして、色合いだったりとか、どれぐらいの何パーセントでミックスして光を出せたりとか、でその後はもう、まあ、ちょっと塗装したりとかも加工をかけたりとかもするんですけど、立体感出すために、まあ化繊ですね。こだわってやっぱり時間がかかっちゃいますね、本当に。まあ、ニューヨークで展示をさせてくれる、まあ、協力してくれる仲間がすごくいて、ニューヨークで展示もできる、で、まあ、ロンドンでも業界を貸してくれるという方も、現れてきたので、まあ、そこで、まあ、日本人として海外に出るんであれば、やっぱりもうちょっと数多く、なおかつもっとインパクトがある内容にして、まあ、展示ですね、展示を中心に、やっていきたいなと思ってます。はい。一言、ですね、まあ、この編むという作業、まあ、作ったものやっぱり作ったものをやっぱりよく見せるためにも、やっぱりいい写真家の方の協力もないといけないし、モデル事務所の方の協力もないといけないし、まあ、本当に一人じゃ何もできないので、みんなの協力あって、今後また新しいメンバーも増やして、作り続けたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。